はい、ともゆうたです。今回もガレージ山郷さんのところに来てます。で今回はですね、近藤エンジニアリングさんっていうね、ちょっと関西の方にあるんですけれども、近藤さんも元純で山郷さんと一緒にやってた方なんで、ちょっと山郷さんのところにリップを送ってもらって、ちょっとつけてもらいます。はい、でこちらですね、近藤エンジニアリングさんで発売されましたフロントのねリップスポイラーです。こちらカーボンモデルと FRP モデルがあるみたいなんですけど、こちらねカーボンのモデルをちょっと選びました。こんな感じです。いや、ツヤツヤだね。カーボンがめちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃかっこいいよ。カナードとかもカーボンなんで、ちょっとねカーボンがいいマッチングするんじゃないかなという感じです。裏もこんな感じで、おそらくなんですけど、この穴ね、多分 STI の純正のスポイラーの穴が多分おそらく流用できるんじゃないかなという感じだと思います。あとね、こちらにもこういうなんかボルトが止めれそうなのがついてるんですけど、多分なんかおそらくアンパネをね一緒に装着できるように設計されてるっていうのをなんかおっしゃってたんで、多分今度出るアンパネも一緒につけれるんだと思います。でリップの方、僕これで5本目なんですけど、壊しすぎて。この通り裏を見るともう穴ぼこだらけで、いろんなとこに穴開けてつけてたんで、ただ純正の STI のこの穴は結構ね残ってるとこが多いんで、なんとかつけれそうな感じです。一応横の方にまずちょっとこのクリップ、純正のクリップかなのところを止めれるとこがあって、ここで、そこサイドをとりあえずね両方決めて、とりあえず前を今止めてます。でっかい場所でね、でっかい場所で強度を増して、こんなんね、いいっすね、うん、で入るきついですかあ、はい、なんとかなりそうまあ普通は純正でいいんでしょうけどね。まあそうかもしれないですね。やっぱりがっつりサーキット走る人はこういう一工夫してもいいと思います。そうですね、はい、で一応今ね全部取り付けました。でさっきも言った通り、STI の純正リップ、フロントスポイラーの穴がこう流用できるっぽいんで、そこでね一応取り付けをしました。でまあ強度ね増すために、ちょっと今回は僕は大きなねワッシャーを入れてもらってます。こんな感じでね、すごいねフィッティングも良くて、穴もちゃんとね合ってて、取り付けもすごい簡単でしたね。はい、今一応ちょっと着地してみたんですけど、こんな感じで、いやすごい、めちゃくちゃかっこいいな、すごい。結構多分分厚いのかな、低くなるとは思います。車高は艶艶だな、すごい。
これ一応ね、クリア塗装もオプションで選べるみたいなんで、クリア塗装も今回はお願いしてます。でね、かなりねフィッティングがすごいいいです。チリがすごい。ちゃんとぴったり合ってます。いやめちゃくちゃかっこいいな。でフロント真ん中はここだけちょっとなんていうんだろうね、こう高さが上がってるというか、擦らないためになのかな。そういうエアーの取り込みのためです。あ、エアーの、うんうん、空力の方ですかね。という感じで工夫もされてますね。知らんけど知らんけど、うん、かっこいい。今ねちょっと他にもミッションオイルとデフオイルも書いてもらったんですけど、全部終わって山子さんの VAB とデモカーと並んでます。いやかっこいいな。カーボンが綺麗、すごい。車高もそんなに下げてないんで当たんなそうな気はします。かっこいい。あとこのね STI と比べてここをねこう抵抗っぽいなんかこの隙間があるんですけど、ここはねちゃんと埋まっててね、ちょっとちゃんと考えられてるなっていう感じはします。さすがです。であとこの横もねちょっとやっぱりこういう感じでカナード効果じゃないけど、そういうのもありそうな気がします。はい、今こんな感じでねかっこいい。であと皆さん気になるお値段だと思うんですけど、こちらの僕今回カーボンなんですけど、カーボンの繰り上げる仕上げっていうんですかね、そちらの方が、一応8万8000円と多分消費税がつきます。であと FRP の黒ゲルコート仕上げっていうのかな、 FRP の方は、5万8000円と消費税だと思います。でクリア塗装の方がね、今回2万8000円と消費税ですかねっていう感じの価格になっております。一応ホームページもね概要欄に貼っておきますんで、気になる方はね皆さんちょっとチェックしてみてください。で近藤エンジニアリングさんね最近ねこうリップもこう出してるようにカナードとかね、あとトランクとかボンネットとかいろいろちょっとね製品出してきてるんで、結構ね走りに熱いパーツもあると思いますんで、皆さんちょっとチェックしてみてください。という感じで今回は以上です。